はい、あるです。おはようございます。はい。昨日も、ライブ参加、あるでした。はい。昨日も楽しかったですね。はい。昨日はちょっとカワセミにね、絞って、まあ、背景写真募集したんで、まあ、次のライブはですね、背景写真何にするのか、っていうのを、まあ、ツイッターでアンケートを、出してるんで、もしこの動画の公開とそのアンケートの、なんていうんですかね、時間が間に合ったら、まあ、ぜひ投票の方お願いいたします。はい。ということで、今日も鳥取に向かってます。まあ、残念ながらちょっと雨なんで、すごいね、どんよりしてる、まあ、空に、まあ、今もなってるんですけど、まあ、雨降ってるということなんで、いつもの屋根のついてるフィールドに、まあ、向かってます。はい。いつものモーキンフィールドですね。はい。ただね、まあ、今の時期やと、モーキンってまあ、あんま期待できないんで、シギチドリ系が、まあ、多分、いてるとは思うんで、まあ、それを狙うのと同時にですね、まあ、出てきた野鳥、まあ、とりあえず片っ端から、まあ、いつものように狙っていこうかなと、まあ、思ってます。はい。まあ、取れ高はね、多分、冬に比べると少ないんですけど、まあ、それでもね、屋根がついてるとこってなかなかやっぱ正直なくて、はい。で、また、近くでね、こう、ポンって行けるところにもまあ、ないんで、はい。ということで、まあ、冬ではないんですけど、まあ、それでも冬以外も結構僕行ってるんで、はい。まあ、雨の日は絶対行ってますね。はい。雨の日は特にまあ、屋根ついてるんで、はい。ほぼほぼ雨の日は、まあ、行ってると思います。はい。なんで、今日も、いつものまあ、モーキンフィールドに向かってるんですけど、今日はですね、ZFC で撮っていこうかと、はい、思ってます。はい。で、いつもまあ、863購入してから、まあ、ずっと Z50 をつけて、まあ、撮ってたんですけど、ZFC の方がね、若干ね、オートフォーカスがよく感じてて、僕自身が。厳密に言うとね、それどうかわからないですよ。ニコンさんに聞いたわけでもないんで、中身はね、ほぼ Z50 やと思うんで、そんなにね、正直機能的にというか、その性能的には、変わってないとは思うんですけど、ただ僕自身が実際 ZFC と Z50 で通り比べると、なんかこう ZFC の方がオートフォーカスがいいように、まあ、感じてるんで、はい。まあ、設定もね、実際 Z50 より、ZFC の方がね、設定もちょっと追い込めるんですよ。はい、実際。横切りへの反応とかも多分触れたんで、ZFC は。はい。そんなんあってかね、ZFC の方がよく感じてるんで、今日はその ZFC と、863で、まあ、撮っていこうかなと思うんですけど、Z50 はね、結構グリップが深いんですけど、ZFC は、グリップないんですよね。はい。めっちゃ、フラットなんで、実際ね、こう持って撮るのは撮りにくいなと思うんですけど、今日はまあ、さっきからずっと言ってるそのモーキンフィールドなんで、ミニ三脚にセットして撮るんで、はい。なんでミニ三脚にセットして撮る分、まあ、グリップがなくてもその辺はカバーできるかなと。撮り歩きやとね、長望遠つけて ZFC って、なかなかちょっと撮りにくいんで、Z50 はまだグリップがあるんで、撮り歩きでも全然長望遠つけても対応はできるんですけど、ZFC はその辺がまあちょっと、長望遠つけての取り歩きになると、まあ取りにくいんで、はい。だからまあなおさらいいかなと、今日みたいな雨の天気で、屋根付きのフィールドに行って三脚セットするってなると、まあより ZFC で、使っても大丈夫かなっていうのがあって、はい。今日はその感じで、まあ行ってみようかなと、思います。はい。ただまあ Z50 しか僕、実は ボディ持ってなくて、ZFC も嫁さんのやつなんですね。はい。僕は Z50 だけなんで、ZFC もちょっと嫁さんに借りて、まあ、今日は、とりどりに向かってるんで、はい。僕のんじゃないですけどね、はい。まあ、嫁さんの、まあ、ボディを借りてですね、はい。帰って充電しとかないと怒られるんで、はい。帰ったら速やかにちょっと充電をしようかなと思うんですけど、はい。まあ、一応そんな感じですね、まあ、今日も楽しんでいきたいと思います。はい。それでは、行ってきまーす。
出しますよね。中に入り込んで乗ってきます。理解できない。はい、ということで、行ってきました。はい。だいぶね、まあ、市議地通りにちょっと遊んでもらった感じですね。はい。ミサゴはね、残念ながらちょっと出なかったんですけど、市議地通りが、まあ、結構、まあ、遠いとこも、まあ、割かし近いとこも、ちょっとまあ、うろうろしてくれたんで。はい。まあ、それでだいぶ遊んでもらった感じですね。はい。で、まあね、やっぱりね、まあ、863がやっぱりね、今はメインで、まあレンズとして使ってるんで、あれなんですけど、ね、Z50 とね、ZFC と比べるとね、やっぱりね、ZFC の方が、オートフォーカスが、いい気がします。はい。ただやっぱりこう、D500 とかと比べると全然違うんですけど、Z50 と ZFC で比べると、飛び物なんかでも、ZFC の方がまだ食いつきがいいかな、若干ってやっぱり思ってしまったんで、今日も。ひょっとしたらそうなんかもわからないですね。前回というか、今まで使ってても、多分ね、動画なんかでも多分残ってると思うんですけど、そうやって感じてることが、やっぱ多いんで、僕の場合は。ZFC のオートフォーカスが合ってるんかもわからないですね。はい。ただ、ニコンさんに聞いたら、同じやって言われるかもわからないんですけど、そこはね、はい。まあ、ほぼね、中身一緒なんで、そこは同じやって言われるかもわからないですけど、体感的にね、ZFC のやっぱロードフォーカスをちょっとカスタムできるせいか、やっぱりいいように、感じました今日も。はい。市議地鶏なんかをね、撮ってると、まあ止まっててね、こう、地面つついてる部分はいいんですけど、飛び物になってくると、どうしてもこう、D5 とか D500 を、止まったら使いたいんで、横とかでね、結構こう D500 の音とか鳴ってると、うわ、ええな、ええ音やなってやっぱ思ってまうんで、はい。なおさらね、まあ、キャノンなんかでいう 1DX とか、まあ、ニコンも、ま、D1 桁台ですね。D5、D6 とか。
なんで、今日はね、1DX がいてはったんかな？はい。なんで、音をね、聞いてたら、やっぱね、レフ機のあの、パドナーっていう音がね、やっぱええなって感じてしまいましたね、今日も。はい。ちょっとね、最近レフ機あんまり使ってないんで、863やっぱりメインで使ってて、あの、どうしてもね、ボディをこう、Z50 にしたりとか、まあ、今日はね、初めて863に ZFC はつけて撮ったんですけど、どうしてもやっぱり863メインで行くと、Z ボディっていうのが、まあ、条件になってくるんで、ちょっとね、早いことね、D500 の後継が Z で出れば、もう次の段階のね、楽しさがまたあるんかなと思うんですけど、ちょっとまたね、今日はレフ機が、使いたくなったかなっていう日でしたね。はい。ちょっと写真の方はね、まだ現像前でどんな感じに、まあなってるかわからないんですけど、はい。まあちょっとね、帰って現像、回したいと思います。はい。なんで、先に出てるのか、後に出てるのか、写真が、ちょっと今の段階ではなんとも、わかってないんですけど、という感じで、今日この辺で、まあ終わりたいと思います。はい。いやー、楽しかった。刺激治療やっぱ楽しいですね。はい。それでは、お疲れ様でした。